さあ、は本日参りましょミスター武士道の戦国漫し本日は？本能寺の変の黒幕なのか？豊臣秀吉解説。大閤殿下関白関白はいやっていきましょう。豊臣秀吉でございますね。もう庶民から天下人になった素晴らしい、えー、出世人でございますけども、まあね。最近なんかね？この豊臣秀吉が。 実は本能寺の変の黒幕だったんじゃないかなんていうね突拍子もない、えー、説を唱える方がいらっしゃったりしますけども果たして秀吉は本能寺の変に関与していたのか、えー、これをちょっとね今日話したいなと思います、はい、では、えー、その本能寺の変の話にいく前にですねまずこの豊臣秀吉が、えー、どのような人生を送ってきたかっていうのを、えー、簡単にちょっとお話したいと思いますはいちょっと整理ですね、はい、豊臣秀吉はですねまず木下統吉郎という、ね、名前あったってね有名ですね、まあ、もっと前はねあの日吉とかいう、ね、名前で呼ばれてたりとかする作品もあったりしますけども、まあ、とにかくあまり、えー、いい身分では なかったんですねはいでこの豊臣秀吉が、えー、信長に使える前,の前半生っていうのはまた別の動画で出してるんでよかったらそちらも見て頂い,いたらいいと思うんですが、えー、何年かんやありましてですね18歳の頃にですね、えー、信長に使えるわけですねはい最初はね本当にもうあ身分の低いね、えー、足軽ですらないぐらいのレベルかな草履をね温めるエピソード有名ですよね、えー、秀吉が信長の冬にね信長の草履を懐に入れて温めといて信長が来たらですねサッと出してですねどうぞ、ね、ですねで信長が入ったらあったけじゃねえかみたいなねお前やれやないかって感じでそういう、えー、すごい細か 気配りをして秀吉は信長のもとで出世をしていったっていうね話が有名だったりしますこのエピソードはですね絵本太鼓記って呼ばれるまああのー 簡単に言えば、まあ、作り話創作の中に出てくるエピソードなので、まあ、本当かどうかはまあ分からないんですけどもその実際に、ねえー、秀吉の部下だった人がいろんな人から、えー、取材をして、えー、作った、まあ、川澄太鼓器というものがありまして、まあ、それをベースに作られているものなので、まあ、もしかしたら本当かもしれないし、まあ、ただ、えー、信用できる資料ではないけどもというような、ねまあ、レベルの話でございます、まあ、でも実際にそういう話が出てくるぐらいですから似たような話はあったんでしょうねとにかく信長に気に入られるような、まあ、細やかな仕事をして出世していったというわけでございますそしてです、ねえー、天気は30歳ですね、えー、結構遅 でございますね30になって、えー、ちょっとねかなり有名なエピソードがございますそれが素のマタ一夜城ですねこれは信長がですね斎、えー、藤家の治める美濃ですね、えー、その時辰夫だったと思いますけども、えー、美濃の 斉藤家を攻撃す美濃っ,、ねっ,ね、っ,っていうのは守りやすい地形なのでなかなか落とせなかったと、はい、なかなか攻撃ができなかったそこでその攻撃の前線基地、ね、拠点となる、えー、お城を建てようっていうね角俣城を建てようという話になったんですけどもなかなかこれがですね誰も建てられなかったんですね敵の攻撃が厳しすぎてこう木材とか持ってて「よしここで城を建てると前線基地作ろう」ってやっても敵から攻撃されちゃうから「うわダメだ」って城を建ててる場合じゃね逃げろみたいな感じでなかなか城が建てれなかったってことあったんですね 城を建ててみせましょうと言ってですね、えー、たった一晩でね城を建てたっていうね伝説があったりします。それは秀吉がですね地元の国衆であった、まあ、八須鹿六ねこの人も有名,有名なんですけども八須鹿六とかに手伝ってもらってですね、えー、川,川を利用して 要はプレハブシステムですよね。先に、えー、城の原型となるようなものとか部屋とかね、えー、ものを作っておいて、それをイカだとか使って川で流して運んで、えー、この前線にボンボンボンと立てると、ね、一晩で。と、えー、いうことをやったということですね。その場所で位置から作っていたら敵に攻撃されちゃうから、先に離れたところへある程度作っといて、ね、プレハブのようにある程度作っといて、川で流して、えー、その場所にボンと置くというね。えー、そういうようなことをして、一夜城を完成させたよなんていう伝説があったりします。まあ、これも、まあ、伝説レベルの話で、本当にそうだったかどうかってはちょっと分か、えー 分かりづらい部分であるんですけどもまあ、こういうエピソードがあります。まあ、こういうすのまた一夜城とかで、秀吉はさらに出世していってですね、まあ、一部隊を、大部隊を預かるようなね、身になっていくわけです。はい。そして34歳ですね、金ヶ崎の戦いが起こるんですね。信長が越前の朝倉市をね、ぶっつぶすぞって、わーって言ったらですね、信長の義理の弟、自分の妹と結婚していた浅井長政に裏切られてしまって、挟み撃ちにされてしまう、絶対絶命のピンチを迎えるわけですね。それが金ヶ崎の戦いなんですが、そこで秀吉は、ここの、このピンチは私に任せてくださいって言って、まあ、秀吉とえ、それから明智光秀いてね、 しんがりっていうね軍の一番まあ、ケツを持つってことですね逃げ,逃げてくる軍の一番後ろで敵をこう迎え撃ってえ信長を逃がすために戦うっていう、えー、激戦を行ってですねその金ヶ崎の戦いでまあ命からがらねなんとか、えー、生き延びることに成功してさらに文明を上げると。ででそこであの 有名なね、天才軍師、竹中半兵に3個の礼ね。これも3個の礼も、まあ、本当かどうか分かんないんですけど、ちょっとあまり物語りっぽすぎてね。あの、三国志っていう中国のね、武将たちの話あるじゃないですか。あの三国志で、劉備玄徳が諸葛孔明ってね、超天才軍師を味方に引き入れるために、まあ3回お願いしに行ったらね、1回目2回目断られて3回目、礼を尽くしてお願いしますって言ったら、えー、諸葛劉孔明が折れてね、分かりましたって仲間になってくれたっていうエピソードがあって、まあ、多分それのね、まあ、真似て作られた話なのかもしれませんけども、まあその天才軍師、竹中半兵を味方にするために、 秀吉は3回お願いしに行って3個の例で迎え入れたなんていうエピソードがあったりしますはい。そして、えー、その後ね阿井長政とかの戦いで秀吉は功績を上げてですね、えー、名前を変えるわけですね 橋場秀吉でおし。ね、それはね、木下東だったんですけども、橋場秀吉に名前を変えました。はい。この橋場っていうのは、もうね、有名な話なんですけど、えー、田軍団の中でね、えー、かなり上層にいる、えー、上の方にいる、えー、庭長秀っていうね、武将と、え、田勝家っていう、この二人の武将から、えー、庭の和、ね、羽の字と柴田の柴の字をいただいて、えー、もう、はしと名乗らせてくださいと、あなたたちのように私はなりたいのでとね、名字をくださいって言って、まあ、ここね、秀吉が人だらしって言われる、えー、ゆえんのね、エピソードの一つでもありますけど、名前をもらって、橋場秀吉になったよ、なんていうね。 話もあったりします。はい。そして、小谷城の戦いね、浅井長政が、え、守っていたね、浅井長政の城を落としてですね、激しい攻撃で落として、その長、浅井長政が守っていた今浜のね、地っていうのがね、琵琶湖の近くですね、滋賀県の今浜の地を信長からもらってですね、これからは、俺の義理の弟であった浅井長政がね、治めていた地を、秀吉、お前に任せるって言って、秀吉は浅井長政がね、持っていた領土ですね、大江を、え、もらうわけですね、信長から。そして、今浜っていう名前だった土地を、信長様の長の地をいただいてよろしいでしょうか、ってね、って の字をもらって長浜と改名しちゃうと長浜はね今でもありますそして長浜城を建てたなんていうね話もあったりしますそれが三十七歳のね、えー、時の話もありますさあそして、えー、秀吉はねその後も織、えー、田軍団でねどん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 戦いを繰り広げていくわけですけども、えー、中国方面を任されるわけですね西の方はこれからお前が、えー、軍をどんどん引いていって、えー、敵を倒してね乗っ取っていけってことね信長に命令されて中国地方に西へ西へ進んでいくわけですねはいそれでまずね、えー、最初のこの有名な秀吉の三大城勢でね秀吉は城を落とすのが非常に上手く かったね。素羅攻撃するのは上手かったって言われてますけども、まあ、その中でも三大素攻めと言われてるね、えー、三木城の戦いと、えー、鳥取城、そして、えー、ビッチ高松城の戦いがあるわけでございます。はい。このね、えー、三木城の戦いではですね、これはね本当に、えー、三木の日殺しなんていうのもありますけども、非常にまあ。えー 激しい戦いになるんですけども、秀吉はですね、自分の軍の被害をなるべく最小限に抑えて勝つために、兵糧攻めのね、作戦を取るわけですね。これはあの、ね、天才軍師と言われたの竹中半兵衛の策とも言われてますけども、味方になるべくね、これからどん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 西へ西へ行って、毛利とかとね、戦わなきゃいけないわけですから、強大な敵がいっぱいいるわけですよ。だからなるべく自分の軍の兵士を減らしたくないということで、えー、兵糧攻めというね、戦い方をするわけですね。むやみにわーって城に攻撃してって、わーバチバチって戦ったら死人が出ちゃいますから、こっちは死なないように相手を包囲してね、えー、周りを囲んで、食べ物とかがね、 城に入らないように、えー、封鎖して、で、相手がもう根負けするのを待つっていうね。あ、もうお腹減って食べ物がないから許してください。すいませんでしたって言って降伏するのを待つっていうね、えー。戦い方をね、するんですね。はい。で、この手もね、幹城はね、ほんと非常に、頑強にですね。えー、抵抗してますね。うるせい。食べ物がないとか言われても、知らないやつね。知るかっつて,って、俺はお前らなんか従わねえぞって。徹底抗戦してきてですね。まあ、二年ぐらいかかるんですよね。落とすのにね。はい。で、その中でね、あの、半兵衛も、えー、病気をね、患ってしまって。えー、この幹、幹城攻めの途中で、えー、死んでしまったりとかしてるんですが。まあ、それで、ね、激しい戦い。 でもなんとか2年間の抵抗の末、三木城は降伏して三木城を落とすことに成功します。でそしてそれから、ね、3年後ですね、三木城の戦いの始まりから3年後ですね、はい、鳥取城。 鳥取城攻め、ね。これも、えー、鳥取の勝躍殺しですね。はい、僕も動画出しましたけど、本当に悲惨な、えー、戦いなんですね。これはもう、三木城でね、2年間も秀吉はかけてしまいましたから、いやもう今度はもう徹底するぞということで、もう徹底的に包囲を敷いて、まあ、さらにね、いろんな策を練るんですよね。その鳥取城の近くのね、町とか村からもう徹底的にその米とかを買い占めて、ですごいその米がね、高くなる、高騰させたんですね。米の値段をめちゃめちゃ、今、米が買い、買われまくってると。米の金額がすごい上がってると。で、鳥取城の兵士とかは、 なんか、米が今めっちゃ高いらしいってって、これを売って、金にしてね、えすごい、もう普段の何倍もの値段で売れるから、ね、今、自分が持ってるなんかね、え、本とかね、物とか何でもそうですけど、すごい、プレミアついてて、めっちゃ高く売れるってっね、売りたくなっちゃいますよね。そんな感じで、じゃあ今、米がめっちゃ何倍にもなってるから、売っちゃって、その儲けた金で武器とかさ、買って、秀吉と戦おうぜっていうね、えことを考えちゃうんですよね。はい。でも、秀吉は武器と武器で戦うなんてこと考えてないわけですよ。腹を減らして攻めようと思ってるから、思うつぼなんですよね、秀吉ね。で、この鳥取町の人たちは、めちゃめちゃいっぱい武器とか揃えて、 よっしゃ、これで秀吉かかってこいやーってやってるんですけど、秀吉は全然攻撃してこないですよね。で、そのうちにもう米とか全部売っちゃってるから米がなくて、う食べ物がねーってなって、降参するってね、ということになります。はい。鳥取城攻め。そして、えー、もうこれもすごいですね。えー、備中高松城攻め。今度はさらにグレートアップですよ。この兵糧攻めの単純な兵糧攻めだけじゃなくてですね、もう水に沈めちゃえっていう、すごい作戦をね、するわけですよ。もう城の周りに、あのー、堤防を作ってですね、で、そこに川の水を流し込んでですね、水浸しに、 死亡し,しちゃうと、ね。だからこれもまた死人を出さずにね、えー、水の力で敵を攻めて、えー、死人を出さずに戦うというね、大会かですね。えー、これは、 軍師官兵ね。あの、有名なね、黒田官兵の作戦だったなんていう話もあります。はい。こんな風にですね、えー、もう激しいね、えー、壮絶な戦いを繰り広げてるんですけども、これで秀吉はね、えー、46歳もう結構いい年ですよ。ね、備中高松城、岡山県ですよ、今でね。その辺までガーッと攻め込んでってるわけですね。はい。そこで、この備中高松城を水攻め、水に沈めて、もうそろそろね、高松城も降参して、降伏してくるだろうと思っていたところにですね、知らせがね、来るんですよね。信長が死んだと。ね、あの、織田信長が本能寺で、秋地道に撃たれてしまったというね、えー情報 をキャッチすするわけですねはいこれは、ね、いろんな説がありますけども、まあ、一番有名なのはその明智軍の兵士が信長を殺したとで、えー、毛利は、ね、敵だったわけなんですけども、えー、信長を殺しただからこれからこの明智光秀ね味方してくれってね一緒におた、えー、の奴ら全部潰そう、ね、俺らの天下しようみたいなことを光秀が毛利を誘うためのね手紙を持たせてね使者にね行かせたのを えー、秀吉では捕まえてね、偶然捕まえて、で、知ることになったっていうね、本能寺の辺を知ることになったなんていう話があったりしますけども、そこで秀吉は、その、信長の死を知って、もうすぐに決断してですね、もうこれは明智光を倒さなあかんと、すぐに決断して、この、えー、備中高松城をね、え、安国寺駅へという、森、 毛利家の、まあ、いろいろ外交を担当している、まあ、お坊さん。こいつもね、なかなか、まあ、あのー、いやらしいお坊さんなんですけど、まあ、自分さえ良ければそれでいいみたいなね、感情人だったのかもしれませんけども、まあ、秀吉にこう、えー、口説かれてですね、分かりましたとね、自分の立場をね、えー、安堵してもらえるなら、えー、毛利家に、を説得して降伏させますよ、言って、暗黒 JK の力によって、えー、 このビッチ高松城にいたね、清水宗春というね、すごい素晴らしい武将がいるんですが、えー、清水宗春が、えー、わかりました。降伏しますってね、切腹して、えー、降伏を誓います。はい。そして、よし秀吉はもうすぐに、えー、軍を引きですね、もう毛利家にバレないよね、えー、毛利家には言わずに、その信長死んだんてバレたらまた攻撃されちゃうかもしれないんで、そう言わずにですね、バーともう自分の精鋭のね、部隊を引きて、ものすごいスピードで、えー、京都の方にね、向かうということになります。それが超有名なね、あの、中国大返しです。はい。そして、その中国大返しをした後に、山崎の戦いね、えー、天皇山の戦いなんか言いますか で、明智秀吉はね、本当にあの、すごいんですよ。この中国を害して、猛スピードでね、京都に向かっている途中にもですね、いろいろもうすでに戦いをね、始めてるんですね。帰りながらにして、移動中にも戦いを始めてるっていうね。まず偽情報をね、流しまくってですね、えー、ま、信長様はね、生きていたみたいなね。本能寺の変が起きたけど、信長様は、実はなんとかね、命から生き延びて、え、今その、 え、信長んを見をえ、今保護してるところだってね。大丈夫だ、みんなってね。明智光秀を撃とうみたいなね。信長様は生きてるぞって嘘の情報をバーって流してですね。本当はもう死んでるんですけど、嘘の情報流してですね。え、周りの人たちからゃね、当時はね、え、もうね、ネットもね、そんなもないですから、証拠映像とかもないですから、え、マジで信長生きてんのじゃあ、ちょっと明智光秀の味方するとまずいなってね。え、信長生きてんなら大丈夫だろ。水秀は他の裏切り問題やっつけようってなってですね。どん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 味方をそう、偽情報によって増やしていって、え、山崎の戦いにんでですね。もう山崎について、天皇んの戦いなんて言われます 秀吉軍と秀吉軍が戦う時にはすでにもう兵力差倍以上になっていたというふうに言われてますね。秀吉軍が4万人ぐらいで、光秀軍はね、1万3000とか1万5000ぐらいしか確かね、いなかったと思うんで、倍以上の兵数差をつけてもう圧勝したっていうね、いうふうに言われています。はい。あの、有名なのはね、この天皇山っていうね、この山崎にあるね、でかい山ですよね。天皇山の上をですね、秀吉は陣取ったことによって、すごい戦が有利になって戦う、戦い、 勝つことに成功したみたいな話もあるんだけど、まあその話はね、別にもう、この山崎の場所に陣を引いてる時点で、兵力差がやっぱね、2倍以上ありますので、まあそこまで天皇山で重要じゃなかったんじゃないのなんていうね、話もまああったりしますけども、まあ、今でもね、えー、すごい大事な戦いとかね、えー、そのスポーツとかね、野球とかサッカーとかでも、もう優勝決定戦だみたいな時はね、ここで負けたらもう優勝逃しちゃうぞみたいな戦いの時とかは、天皇山なんてね、いう言葉を使ったりしますけども、まあその語源でございますね、山崎の戦い。そして、明智光秀を倒した後に、清洲会議ですよね。 はい、これもね、あのー、三谷幸喜さんのね映画とかにもなってますけどね今、まあ、非常に面白いんですけど。 信長が死んだ。そして信長の後継者として認められていた信長の長男ですね。信忠も死んでしまった。じゃあこの後、織田家、誰が率いるの織田家のトップはどうするのって、ねえー、もう会社の社長みたいなもんですよね。社長次どうするのみたいな話になるわけですね。それをみんなで会議しようよっていう話ですね。はい、清須っていうね、えー、今でいうね、名古屋のところに集まってですね、えー、信長の次男であるね、えー、信勝さん、えー、信夫とね、僕は呼んでますけど、信夫がいいのか、それとも三男のね、えー、非常に優秀な人物と言われていた信長の三男、信忠がいいのか、みたいなね、えー、話し合いをしてね、お 俺は信、勝様を押すぞ。俺は信長を押すぞ。みたいな、ばーって話し合ってる時にですね、いやいや、ちょっと待ってくださいよと。えー、信長の長男、信忠様は死んだけど、信忠様の子供がまだいるじゃないですか。とね、信長の孫ですよね。直系の孫。ね、孫である三法師。これを言う。 秀吉がですね、連れてきてですね、まだ3歳と、もあちっちゃいんですよ。子供でそんな政治なんかできないんだけど、いやいや、信長様の後を継ぐのはこの方でしょ。孫の三法師様でしょ。つって、秀吉が三法師を連れてきて、で、私がこの三法師様の貢献ね、三法師様の面倒を見ますよと言って、実質秀吉がトップに立った。みたいな、えー、話がね、あったりとかします。物語としてね。はい。ただ、まあ実際は、 ここで、えー、そういう秀吉の策略とかはもうなくて、最初からまあみんなこの三法師様が後継ぎでいいよね、みたいな話は、えー、あったっていうね、いうような話はあったりします。結局だから三法師が、えー、のおだけの後継ぎっていうことは決定で、結局その三法師を誰が面倒を見るのっていうところで、まあ揉めたっていうのが、まあ実際のところっぽいですけどね。まあこれが本能寺の変が起きてね、清洲会議に行くまでの、まあ秀吉のざっとした、えー、生涯でございますけども、いや、これね、こう見ると本当にすごいですよ。 もう、だって、最初はだって武将でも何でもないですよ。造り取りですよ。そっからね、こう大出世したっていうのはね、すごいと思う。そしてね、こう46歳っていうのもね、すごいよね。結構、お須崎30歳からこういう風に活躍しだして、46でもう、この山崎のね、戦いに行くわけでございますから、いや、本当にね、なんかすごい、まあ、苦労人でもあるなという風に、まあ、思うんですけども、まあ、こっからですよ。こっからね、えー、僕はね、話したかったのは、秀吉が黒幕なんじゃないかという説。そしてそれは本当なのかというね、話をしていきたいと思います。 チャンネル登録よろしくお願いするでござる それではですね、なんでそもそも本能寺の変の黒幕が秀吉なんだって言われるのかっていう話をね、ちょっとしたいと思います。はい。まずですね、その本能寺の変が起きた時の状況っていうのは、信長が全然自分の周りにね、たくさんの軍勢を持ってなくて、本当に新兵隊の一部の少ない軍勢だけで本能寺に泊まっていたよと。それでチャンスだっつって、光秀が本能寺を襲撃したよっていう話なわけですよね。はい。で、なんでそういう状況が生まれてしまったかというと、秀吉がこの中国地方ね、ビッチョ高松城を攻めで結構苦戦してると。 ね毛利はやっぱ強かったわけですね。で、まあ本当かどうか分かんないけど、とにかく毛利が強いと。で、私の力だけではね、まあでも実際ここで水攻めで結構やってますからね、行けたんちゃうかなっていう感じもしますけど、え、秀吉がね、いやちょっと苦戦してるんですわって、厳しいんですわちょっと援軍欲しいんですわって言って、分かったってことで、信長が援軍を出すよと。で、俺が直々に中国攻めを赴くよと言って、え、信長が少ないね、部下を連れて本能寺に泊まっていた。そして、三秀も信長に言われて、秀吉を助けに行けって言われてたので、自分が軍をね、引いて移動していたっていうことが、 え、あるわけですよ。だから、秀吉が、助けてくださいってね、今、この毛利が強くて、なかなか落とせないんですよ、援軍お願いしますってこと言ってなければ、本能寺の変は起きていなかった可能性が結構高いわけですよね。はい。だから、この状況を作ったのがそもそも秀吉だよと。 そしてさらに、秀吉が本能寺の変で信長が死んだことを知ってから、えー、この京都の方に戻っていくまでですね、ものすごいスピードで移動してるんですね。まあ、一般的な説だとですね、えー、6月6日、まあ、本能寺の変が6月2日に起こり、6月の3日のように死者を捕まえた。そしてその翌日の4日にえ和平交渉をして、そして6日ですね、その2日後、6月の6日に、 岡山を経って、えー、京都に向かい、えー、13日ですね、えー、6月の13日、1週間、たった1週間で山崎の、えー、地に陣を敷いたっていうふに、ね、言われてるんですねで。その岡山からこの山崎のね、えー、地まではですね、京都と、えー、大阪のね、境目ぐらいなんですけど、そこまではですね、約200キロあるわけですよ。200キロを、たった1週間で、電車とかもない中ですよ、移動したんですよ。これって結構すごいことですね、1日30キロぐらい移動してるわけですから、1日30キロってね、 結構きついと思いますよ。ハーフマラソンとかね、えー、マラソンとかしたことある人分かると思いますけど、いや、20キロ走るのも結構きついじゃないですか、ね。10キロ、20キロも全然きついですよね。それを30キロ1日走って、で、しかも、ね、で、鎧とかつけててね、今みたいに道路も舗装されてないしね、鎧着てて、で、重い武器とか持ってる状態で30キロ走って、で、休みないわけですよ。次の日また走って、次の日また走って、想像してみてください。結構きついと思うんですよね。1週間連続で30キロ走り続けるって、多分普通あのマラソンのね、あの、身軽な 格好して,てもきついと思うんで、それを、ね、鎧とか武器とか持って、やったのは本当かとね、えー、思う、思っちゃうわけですよね。怪しいと。あまりに早すぎると。ね、えー。しかも当時ね、馬とかあるじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ戦国時代の馬ってそこまでスピードはないので、あの、 今の競馬とかでね、僕たちが見てるのは、ああいうでかいサラブレッドの馬ではないので、そんなにスピードもないし、それね、馬だってあの乗れる人はね、限られてるわけじゃないですか。秀吉の部下全員が馬に乗ってたわけではないので、絶対走ってね、えー、徒歩で行ってた人とか見るわけですから、ちょっと早すぎでおかしい。これは秀吉が事前に本能寺の変が起きるってことを知っていたから、全部準備済みで、すべての全部準備していた上で、移動したんじゃないかってね。 じゃないと。もしくは、秀吉はもう、すでにもうこの、ビッチュ高松城にはいなくて、あの、表現物とかもそうですよね。ビッチュ高松城の方にはいなくてですね、もう本能寺の変、本能寺の変が起きた時には本能寺にいたりとかしてましたけど、あんな感じで、すでに察知して、もう秀吉は、 この京都の方にいたんじゃないか、なんていうね、えー、説があったりとかしますね。はい。そして、まあ、よく言われるのがね、これですよね。一番得したん秀吉なんて。最終的に本能寺の変が起きて、一番得したのは、まあ、秀吉だったわけですよ。結果論で言えばね。よくね、あの、ミステリーとか、推理小説とかね、言われるやつですよね。一番得したやつが、何か謎の事件が起きたら、それは一番得をした人間が犯人なんだよってね。まあ、そういう、ま、こじつけ的な感じで、一番得したのは秀吉だから、秀吉が黒幕だ、犯人だ、なんてね、いう言い方をしたりするわけでございます。はい。まあ、確かに、ま、こう言われてみたら、 そうかもなというふうにまあ思わ、思える部分はね、確かあるんですけどね。はい。まあ、ちょっとこの援軍をね、要請したことに関しては、まあ、何もこう資料がないからですね、えー、秀吉が嘘ついたか本当かどうかっていうのは分かりませんし、これな,なんともね、これはもう予想の、そ想像の範囲でしか、えー、なるわけですね。じゃあここですよね、まあ、大返しが早すぎるのはどういうことなのかっていうのをちょっとまあ深掘りしたいかなと思うんですけど、まあこれはですね、あの、すごいあの、シンプルな話になっちゃうんですけど、 えー、渡辺大門先生っていうね、えー、歴史学者の先生がいますけど、その人のね、本ではですね、こういうふうに書いてましたね。えー、この秀吉はですね、6月6日から出発して、6月13日に山崎の戦い、えー、山崎の地についてですね、戦をしたというふうに、えー、自分では、これ秀吉が、えー、書いた、確かにこれと大時期かなうん、か何かもし違ったらごめんなさい。あの、出しときます、その時は。えー、に書いてあったと思うんですけど、まあ、こういうふうに自分で、 秀吉の自己申告なんですね。俺は6月6日に岡山のね、このビッチ高松城から出てきて、で、たった1週間でここまで来て、竹地水をやっつけたのはすごいだろうみたいなね、自己申告を、えー、したということになってるんですね。だから、大門先生は、これは秀吉が自分の功績を、えー、すごいっていうふうに見せるために持ったんじゃねえかっていうね、いうふうに言ってました、ね。秀吉が、俺はたった1週間で来たのはすごいだろうっていうために持ったというふうにね <laughs>、えー、大門先生はまあ考察しましたね。はい。だから、本当は秀吉は、 その、え、信長本能寺で死んだという、え、知らせを受けた、もう、受けた時にですね、もうすぐに、すぐに暗黒寺駅に、お前ちょっともう、あの、え、交渉してこいって言ってですね、暗黒寺駅にお願いして、自分はもうすぐに、だから6月の4日にはもう出発してたんじゃないかというふうに、え、大門先生は、あの、考えてましたね。6月4日スタートだったら、まあ途中でね、休みの日とかも作れますし、まあ全然、え、到着するのは、 まあ難しくないのかな。それをでも、えー、あえてこんだけ、えー、私はギリギリでね、すごいスピードで来ましたって言ったことで、自分の凄さをね、周りにアピールするために、あえてこういうふうに自己申告したんじゃないか。なんていう考察もね、ありました。まあ確かに言われてみれば、その可能性も全然ありますよね。はい。なので、まあ、中国大返しが早すぎて、あまりにも不自然だから、秀吉が黒幕だっていうふうに断言することは、まあ、できないですよね。うん。まあその、えー、これもそうですし、これもそうです。このね、3つともそうなんですけど、 あくまで想像のレベルの話しかないという話でございます。はい。それでもね、結構、秀吉黒幕説っていうのは、まあ根強い人気があって、いろんな創作とかでね、えー、秀吉がすごい悪く書かれて、えー、秀吉が仕掛けた罠だったみたいなね、ことされたりとかする時もありますよね。まあ、どちらに、どちらにせよ、まあ、面白い説ではあるのかなと思うんですが、私個人としては、うん、まあ、うん、そんなことはないんじゃないかなと思いますね。まあ、僕はあまり、えー、信じてはいませんけども、 もしね、えー、見てる方で、いや、俺は、秀吉黒幕施設を信じてるよとね、いや、こういう、他にももっとこういう根拠があるぞとかね、こういう説があるぞ、みたいな、この本知ってますかみたいな、えー、のがあればですね、ぜひコメント欄に書いていただいて、僕もいろんなね、本読んでみたいので、教えてください。よろしくお願いします。はい。そして、まあ、なんだかんだありの、えー、秀吉はですね、この後、えー、柴田勝家とね、静ヶ岳の戦い、えー、で、勝利して、えー、徳川家康とかも倒して、四国を抑えて、えー、九州を抑えて、北条も倒して、天下統一、そして、えー、朝鮮の駅とね、この後 もうですね、秀吉はすごいいろんな戦いをまあ行ってるわけです,ございますけども、まあ、あまりね全部話で長くなってしまいますので今回はここまででございます。まあ、秀吉が天下を取った後まあどん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 ,どんね、えー、このゼロからね出世してったっていう華々しい、えー、出世サクセスストーリー これとはね、また違ったね、天下を取った後の日が暮れていくような、まあ、秀吉の人生っていうのも、まあ、非常に面白いところがあるので、まあね、そういう話も聞きたいというね、いう方がいらっしゃいましたら、え、また話すことがあるかもしれません。とりあえず今日はね、ここまでにしておきましょう。それではまた皆さんお会いしましょう。さらばじゃ